国鉄補佐8100系貨車は、かつて、日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍した発破車である。1974年7月26日から同年10月2日に、かけて、日本車両製造にて、石灰石専用の38トン石の私有貨車として、保機8100系33両が誕生した。 所有者は三井鉱山の一社のみであり、線尾駅を常備駅として北九州地区にて運用された。製造より約8年後の1983年3月に用途が消失したため本形式は石炭を専用種別に変更された。車体の改造は行われなかったため、同様石では石炭の方が比重が軽いので20トン積みになった。 このため形式も変更され、補佐8100型に改められた。補佐を名乗る形式は本形式のみである。不満方法は、原番号そのままとして記号のみ、補記から補佐へ変更した。石炭を専用種別にするなら、セサになると思われるが、国鉄では石炭車の私有化車による編入を認めなかったため、発破車となった。補佐8100型として生まれ変わった。 本形式は、大牟田駅を常備駅として、関六千系、関八千型と一緒に、北九州地区にて運用された。国鉄貨車と併用する意味は、私有貨車の場合運賃が割安になるという特典があるためである。二役方式は、上入れ、下出し式であり、二卸は自重落下式の側開き式である。台車は、ベッテンドルフ式の t r 十一 e 十三 である。全長は1800ミ、mm、リメートル、全幅は2820ミ、mm、リメートル、全高は2437ミ、mm、リメートル、台車中心間距離は6300ミ、mm、リメートル、自用席は25.0立方メートル、地上は15.5トンで、換算量数は、積車3.5、空車1.6である。1994年1月に全車が、 一斉に廃車になり形式消滅した国鉄補機8100経過車に関するカテゴリー。ありがとうございます。